こんにちは、さといろです。あ、もちろんさっきの動画の続きのまま撮ってるからね。同じ服ですけど、ご了承ください。ということで、始まりました。本日は恋愛編についてお話ししていきたいと思います。ということで、結構恥ずかしいな。俺、こういうことを動画のところでも言ったことないし、実生活でもあんまり友達とかにこういうこと喋らないので、めちゃめちゃ恥ずかしいんですけど。まあ、リクエストいただいたので、お答えしていきましょう。里広史上初めて彼女ができたのは、中学生の時だったんですけど、この彼女はね、実際お互いがそんなに好きでもないのに、付き合ってすぐ別れたみたいな感じだったので、ちょっと苦い思い出がありますかね。一番最初にちゃんと付き合ったなって、ちゃんと彼女ができたなって思えたのが、高校2年生の春。同じ軽音楽部に所属していて、違うバンドの女の子と僕は付き合うことに、なりました。で、趣味が同じだったし、バンドもやってるし、部活も一緒だったから、すごく話があって、いろいろこう、この曲がいいよとか、今度この曲やりたいねとか、ライブが楽しみだねみたいな話をね、結構たくさんしてて、気が合う子だったんですよ。で、その子も活発で元気で明るい性格の子だったから、僕もね、結構子供っぽくてバカバカみたいなことばっかりやってたので、すごく気が合う、楽しい彼女だったし、いい子だったんですけども、だんだんとこうね、月日を重ねていくうちに、僕の中での、気持ちと彼女の気持ちがちょっとずつすれ違いが出てきて別れるという結果になりました。僕は結構ね、音楽を適当ってわけじゃないんだけど、まあ楽しいなって思えてればよかったんだけど、その時言われたのはもっと深い話がしたかったって。音楽に対してもっと深い話をしたかったし、ちゃんと勉強していくっていう姿を見せて欲しかったって言われて、まあそういう人としてっていうわけじゃないんだけど、好きなことに対しての気持ちのすれ違いで喧嘩とかするようになり、結果別れてしまいましたね。で、その子自体が結構もう人気者で、クラスの中でもまあ可愛い可愛いってずっと言われてるような女の子だったわけですよ。ということはどういうことかわかりますよね。まあ部活の中でもそれなりのね、支持を得ていた子だったわけで、その子と僕が別れるということはね、まあそんなこともあり、僕はバンドとか音楽の方からちょっとだけ距離を置いた時期もありました。まあでもそんなに長くはなくて、2ヶ月くらいすれば気まずさも解消され、今ではもう本当にいい友達だし、1年前くらいにみんなで一緒にご飯も行ったりしたので、まあ時間が解決してくれると思います。もしそういうことが今ある人は。で、その後に出会ったのがバイト先の子だったんですけど、それが長かったな、1年半くらい付き合って別れました。で、その後に出会ったのが今の日向ゆいと出会ったわけでございます。同じ YouTube のイベントに来てて、そこで知り合って、後々お互いを知るようになり、いいなって思って、今、一緒に時間を共有しているわけでございます。そうだね、なんかなかなか、僕も子供だし、向こうも結構ノリがいいタイプなので、今はこうやって一緒にバカできてることがすごく楽しいし、すごく幸せだなって、心から思える人に出会えたなって思いますね。何話そう、特に何も話すことがないというか、恥ずかしくて何も話したくないから、もう終わりにしていいかな。ということで、里広も人並みには恋愛をしてきたわけでございます。ということでね、なかなかうまくいい人が見つかんないとか、好きな人ができないっていう人もいると思うんですけど、そう焦ることではないと思うので、ちゃんといい人であったり、好きな人っていうのを見極めて、楽しい、良い恋愛をしてください。ということで、よくわかんない動画になっちゃったんですけど、今日の動画はこれで終わりたいと思いますので、よし、この動画が面白ければ、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。